平和への誓いを新たに、沖縄戦慰霊の日平和記念イベント開催。戦争ほど残酷なものはない。6月23日は沖縄戦終戦の日。平和を祈るイベントが創価大学沖縄県人会、沖縄平和研究会、イチャリバチョーデイズ、3つの団体の主催で開催され、学生や市民などおよそ1000名が参加。感動と決意の集いとなりました。人を殺すことを毎日毎日強いられて、心が壊れていったわけさ。だから誰が悪いとかではなくて、戦争自体が悪いんだよ。戦争の悲惨さと平和の大切さを改めて考える催しとなりました。平和。